バター多いよとか言われたらどうしよう。俺、いや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 、絶対うまいじゃんこれ。勝ったもんね。振ります。はうます。どうもトム・ハンクスです。はい、ということでですね、今回はすいません、料理のお兄さんでしたね。リュウジです。たまにはボケたくなったんですね。はい、ということでですね、今回は山本ゆりさん、山本ゆりさんって皆さん知ってます？料理界のレジェンドがいるんですね。僕も一応料理研究家なんですけど、まあ、料理研究家ってなんかまあまあ本を出すんですよ大体。まあ、僕は今まで一応8冊ぐらい出してるんですけども、累計でね売れたのがね35万部ぐらいしかないんですけども、山本ゆりさんっていうのはね550万部以上売り上げてるんだから、だからね僕の10倍以上のレジェンドなんですね、この人ね。その方がですね、なんかね、あの同い年なんですけども、あのね、めちゃめちゃうまそうな料理作るんですよ。で、僕、まあ、料理研究家としてこのチャンネル立ち上げてるんですけど、 YouTuber でもあるので、これもう他の人のレシピやってもいいんじゃないかなっていう風に思って、多分あんまり料理研究家って他の人レシピ作んないと思うんですけど、僕は YouTuber なのでガンガン、まあ、ガンガンじゃないですけど、たまにはなんかこういうのいいかなと思って、ちょっと山本ゆりさんに連絡して許可取りました。やっていいですかって。そしたらもう全然やってくださいっていう風に言われたので、本人公認です。この動画公認で人のレシピをパクってきます。ということですね、今回はもうひときわうまそうだなと思ったレシピがありまして、こちらのかまぼこを使ってですね、究極のかまぼこ丼っていうですね、これね、すごいっすよこれ、想像の数倍美味しいとかで、そんなことあります？かまぼこ。というわけでですね、確かめるべく、作っていきたいと思います。はい、ということでですね、作っていきたいと思います。まずですね、このかまぼこね、かまぼこをなんかね、できる限り薄くスライスするらしいですね。 YouTuber っぽくないこれ、なんかで、できるだけ薄くスライスしていくみたいです。こんな感じかな。薄くスライスするのがね、コツって書いてあったんで、薄く切っていきましょう。薄く、多分ね、半分ぐらいでいいんじゃないかな、多分量は。かまぼこ半分切りました。こんな感じで、はい、じゃあですね、こいつをなんかね、バターでね炒めるらしいですね。バター薄く切って、バターちーっと両面焼き、だし醤油かめんつゆをジャッと絡めると。やってやろうじゃないか。じゃあバターですね、はい、今回まあどれぐらいかな、8g ぐらいかな、これね。あのこれ作り方間違ってたり、ゆりさんに申し訳ないから、大丈夫だよね多分ね。本当に人のレシピを忠実で再現するってあんまりないから、ちょっと緊張しますね。自分の料理だったらもうなんか適当でいいんだけど。じゃあまあ入れていきますか。バター多いよとか言われたらどうしよう俺。いや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 、絶対うまいでしょこれ。もう匂いがうまいもんだな。シートってどういう感じかな。これぐらいかな、これぐらいかな。なんか違くない？これこれこれ。で、だし醤油か醤油かめんつゆって言ったって、僕ちょっとめんつゆ大好きだから、めんつゆちょっと入れてみたいなと思います。これぐらいかな、小さじ1。うまいだろこれも。勝ったもん。じゃあこんな感じでね、できましたね。じゃあもう盛り付けだよ。早いなこの動画。じゃあですね、温かいご飯を事前用意しまして、海苔をこんな感じで、ゆりさんやってた、こんな感じで焼いたかまぼこ、うまそうだなこれ。俺にはない発想。こんな感じでね。で、ごまパラパラと。で、ほんの少しお醤油垂らすって書いてありますね。ちょちょろちょろ。あとわさび、ここら辺にちょっと出して、もう完成しちゃったよ。山本ゆりさんの究極のかまぼこ丼完成です。イエイ。はい、ということでですね、早速食べていきたいと思います。いただきます。で、茶碗を置いといてですね、究極のかまぼこ丼。じゃあ海苔とこのかまぼこの部分をちょっと一緒にいただきます。こんなもんね、うまいに決まってるじゃんこれ。めちゃめちゃ美味しい。これね、かまぼこが焼くことによってうまみが凝縮してますねこれね。
だからね、あの焼いた方がご飯とすっごいよく合う。でバターの香りとね、今回めんつゆを使ったんですけど、めんつゆの旨味がね、もうキュッとなっててすっごい美味しいです。ちょっと添えたわさびと一緒に食べたいなと思うんで、わさびをちょっと添えて、いただきます。マシだこれ。バターとわさびってすっごい合いますね、これね。もうね、たまらんわ、これめちゃめちゃうまい。ゆりさん天才なの、ね、やられたな、かまぼこ丼。俺が先に開発したかったな、これ優勝です。あ、うまっ。ビールめっちゃ飲めるな、これ今回丼で食べさせていただいたんですけど、普通にバターで焼いてわさび醤油で食べて、普通におつまみにするの、この上だけ食べるのもすっごい美味しそうです、これね。山本ゆりさんはね、ツイッターとインスタグラムね、ちゃんとやってらっしゃるんで、概要にリンクつけときますんで、ぜひね、フォローお願いします。まぁ、ちょっとね、レシピを使わせてもらったんで、もう本当に山本先生、本当にありがとうございます。動画にしてさせていただいて、本当にありがとうございます。でもね、マジでうまかったです、これ。この企画いいですね。なんでかっていうと、僕、いつも作るレシピって、僕のレシピなので、味分かっちゃうんですよね。これなんかもう食べるときすっげえ楽しみで、ドキドキしたもん、俺。この企画やりたい、ということで、山本さん、他のレシピもたまにやらせてください。お願いします。ちゃんと宣伝させていただきますね、はい、皆さん山本ゆりさんの本買ってください。皆さんよろしくお願いしますということでですね、皆さん、僕のこの動画がですね、美味しそうだなとかですね、やってみたいなっていうふうにですね、もう1ミリでもぜひチャンネル登録および高評価および高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。